いや、前回からため取りでやっていくよ。刹那圭介だよ。まだ探索してない3階の探索をしよう。アイテムの使いどころがまだわからん。使い方がまだわからん。と言っても3階どういう感じで調べていったか微妙なところ。それより男子トイレの3階。あ？ちょっと待って。紙に書かれとるバッテンのところが異様におかしいぞ、これ。ほら。ここのタイルだけ色が違う。でも他に怪しい場所はないわ。そういう問題じゃないんだよ。上、右、下、右なんだ。あれ？この1マスずれて、あれ？あれ？え？上、右、下、右だって。上、右、下、右じゃなかったっけ？上、右、下、右やん。あれ？ 3、2、ああ、そうか。なんか3、2、1、7が何かと思ったら、上に3、右に2、下に1、右に7ってことか。こういうことじゃないかな。上に3、右に、今までカチッって言わんかった？3、2、1、7だ。3、2、1、7だった。1、1、2、3、4、5、6、7。カチッって言ったけど、床にスイッチが出てればってなんだい。なんか、東連だったっけ？東連って呼んだ。になんかなんか出てきた的な感じは出てきたけど、なんかカチッって言うたら何？え、何？カチッって言うたら何？中に入れた。あ、ここ中にまで入って調べてなかったな。あ、ちょっとなんかあった、なんかあった、なんか書いてあった。落書きがある。おめえら壁に落書きするんじゃねえぞ。お前もしてんじゃねえか、バカ野郎。お前が書くなよ。そうそうそう。お前も書くなって。お前らいい加減にしろよ。あほっちゃん、これ。こんなところで言い合いしなくても。しかも全部油性マジックで書いてある。悪意しか感じられないわ。ネタ要素来たよ、面白い。とりあえず3階の男子トイレだったんだよな。あ。しまった。カットしまーす。はい、カット終わってセーブもしました。東連で何か起こった感があるらしい。なこれ、え、こんなとこあった。え、なにこれ。すべてのパネルを青にせよ。パネルの色は赤、黄色、青、赤、赤、黄色、青、赤。押したパネルの上下左右の色も変わる。初期状態に戻したい時は、場合はリセットレバーを引くといい。適当に押していてはクリアは難しいぞ。青じゃなくても全ての色を同じすればクリアは見てくる。どうしてもクリアできないものは工場室の苗木の間を調べるといい。全てのパネルは青にせよ。赤、黄色、青、なんちゃらだったな。謎解き来ましたか。適当にやってます。適当にやってます。適当にやってます。ふぅ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 。すいません、適当にやるのやめます。この赤のやつがちょっとねポイントですね、多分ね。ちょっと適当にこの端の部分だけ押して考えてみようか。お、全部同じ色になった。来たこれ、来たこれ。あ、間違えた。よし。どこだったかな。どうすればいいんだろう。全部同じ色になったのも良かったけど、それをどうすれば的な感じなんだ。
正直ね。あっ、やった、よっしゃー、あんまり深いこと考えんでもクリアできた。やった、めっちゃ暗なってる。そしてアイテムだ、やったね。はい、なんて読むんですか。壁岩の石、壁色の石とでも読むんですか。わかりませんよ、なんですかこれは。いや、緑色の石って読む、これで。こんな難しい漢字使わんでもいいやろ。緑色の綺麗な宝石、宝石綺麗に整ったひし形、かなり高価なものかもしれない。だからなんだい。そんなの高価なもん、なんで拾うんだよ。ヒントだな、なのかわからんけど。絶対セーブしたかな。これ後でやり直しになったらちょっと辛い。とりあえずなんか一つアイテムが手に入ったわけですよ。あ、この本についている赤のチェックシートを使えば。黒い紙をチェックシートに覗き込んだ。なにこれ、図書室の時計下の壁。おお、図書室近いじゃん。時計の下の壁って。うわお、いいね。適当に見てみたところにチェックシートとかついてる。ああ、もしかしたら緑のチェックシートもどこかにあって、それで覗き込んだらまた別の文字が浮かび上がるけん、それもヒントってことかな。青はどうか知らんけど、図書室どこやったっけ。あれ、ここ何回やったっけ、その前に。階段、階段、あっ、あ、そう、3階で、あれ3階の図書室って、あ、過ぎたんか、ここ、あれ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 、あ、じゃこれじゃない、あれ、図書室1階やん、一番遠いやん、下降りないかんやん。この辺だったな、こっちか。ああ、ここだよ。図書室の時計なんかあったんや。あんま見てない。時計？ああ、これか。おお、くぼみやって。宝石、こんなとこで使うんじゃ。緑色の石を、何系の、ひし形のくぼみに埋め込んだ。わーお、すごい仕掛けだわ。なんだよ、この仕掛け。こんな仕掛け作るなら教室にエアコンでもつけろよな。正論だよ。セブ。すごいな。こんな学校見たことない。なにこれ、なんこれ、地下に続く。暗い。地下ではメニューが開けまなくてはなりますとか、もう。暗闇で何も見えない。何か明かりになるものを探してから来よう。明かりになるものだったら、なんか、理科の教師が言おったやつを、生き物を作ればなんとかならんかな。もう一回見直してこようかな。職員室の、そのメモをさ、メモっつうか日記かな。そうしたらもしかしたら暗いところが探索できるかもしれんしね。やべ、このゲーム、俺ボケそんなに入れてこん。入れよらんな。音楽室じゃない。音楽の先生じゃないぞ。あ、この先生。新種の発光微生物。どこに置いてあるって？理科準備室奥の実験用プール。実験用プール。理科準備室。理科準備室か。まあ、とりあえず理科室に行けば的な感じなのかな。理科準備室っていうくらいなんやけん、理科室の奥にあるんだろ。てか、行ったよっけ、行ったような気がするね。準備室のプールって何？プール？理科室近いな。プール。ここに入ります。あ、またこの、ごちゃごちゃ迷路に入らないかんの。こんなとこで赤髪の怨霊に見つかってみ、逃げにくいってありゃしないよ。赤髪の怨霊もスピードダウンしたらいいんやけどね。あ、なこれ、こっち側なんかあるで。壁のように見えるけど扉のようだ。中に入ってみますか。入る。
こんなところあったんや。え、光る水がある。容器みたいなものがあれば持っていけそうね。容器いるんかい容器いるんかい。そしてなんか奥の方で回転しようなんなん容器容器次から次になんか必要なもん揃えていかなあかんパターンになってきてる。探索で容器探さなあかんのかよ。言ってーよ容器か。容器見当つかんな。どれ、ちょっと男子トイレの件で学んだこととして、あ、女子トイレのこんなところにもセーブポイントあるんだよって感じで、トイレの個室、あっ、一つ一つ調べていった方がいいってことは気づいたな。案外ここ気づかんところやな。とりあえず調べてないところをバンバン調べていく必要はあると、そういうことです。チェックシートの件もある。緑のやつはあるかもしれん。男子トイレの方は調べたけど、女子トイレにとりあえず入っていく。一箇所だけ閉まってますよ。なんかあくら様に怪しい感じ。怪しい、見つけてしまった。あ、使用禁止か。あったな、そんなん。なんかはあ、星が二つとも黄色になったら的な。その黄色になる条件も知りたいけど、まあ今は気にする必要ないんかな。影室、また聞いた影室、なんもないわな。2階の女子トイレ調べてて、3階の女子トイレを調べたけん、1階の女子トイレ。1階にいたって男子トイレの個室は調べてない気がするな。まあ、とりあえず何もないんだったら探索して何か見つけるぐらいのことはせんかったらいかんのが、そういうゲームだったか。じゃあとりあえず先は目星がある、あるっつうか何かありそうな1階のトイレの方を先に調べておきますと。てか髪の毛がめっちゃうっとうしい。ここだよ。1階の男子トイレの個室までは見てなかったはずなんよな俺。ほらーセーブポイントあったけど、どうでもいいよセーブポイントが。今男子トイレの個室は何もなーし、女子の方は、あーそうか、女子の方これはあったんだったな。すぐのポイントな。ってことはもう見たな、これ忘れとったけど見たな、これ。一気にもうどこに容器があるかわからんようになってきた。理科室だったらなんつうかシリンダーとか、シリンダーだったっけ、まあそういう容器系のものはあるだろうって思うんやけどなセーブポイントでちょうどここにあるけん、ここでセーブしておきます。ファイル5。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきましょう最後ここで終わるのはなんかが腑に落ちんな。女子が男子トイレでセーブするんだぜ、恐ろしいね。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シューアゲップ。